はい、こんにちは、高井です。心拍トレではですね、ほとんど足のトレーニングばっかりですね。足のトレーニングの合間に上半身をちょっとするぐらいなんですけど、やっぱり痩せたいと思ったらね、下半身を集中的にやるということですね。で、下半身のトレーニングって嫌いな人が非常に多いんですけど、そういう人はね、僕みたいにこの加圧ウェアね、ここにベルトあるんですけど、こういう加圧ウェアとか加圧ベルトとかね、そういうものを使ってトレーニングしていくといいと思います。で、心拍トレーの目的としては脂肪を落とすのと、あと持久力をつけるのですね。この2つが大事になるんですが、これはもう下半身のトレーニングでほとんど得られると思ってもらっていいです。で、かつ筋トレの時はですね、乳酸をたくさん貯めないといけませんので、回数を多く行ったり、こういう加圧トレーニングを行ったりと、いうことが非常に効率的で効果的になってます。足のトレーニングが嫌でたまらない人はですね、ぜひ加圧トレーニングを、その中に入れていくといいと思います。すぐにね、しんどい状態を作り出して、なるべく早くトレーニングを切り上げるということができます。時間とかね、回数とかが重要じゃなくて、筋肉を追い込めればそれで OK なので、その一つの道具として加圧トレーニングを取り入れてみてください。で、僕はボクシングやるのはね、全然苦にならないんですけども、普通の足の筋トレとかってやっぱりちょっと飽きてきちゃったりするんで、ボクシングやるときに加圧ベルト巻いてやると、それも足のトレーニングにもなるし、有酸素運動にもなるし、一石二鳥ですので、ぜひそれをおすすめしてます。加圧ウェアに関してはね、僕のホームページにも書いてますんで、ぜひ見に来てください。で、今からね、加圧ベルトを巻いてボクシングやります。ちょっと音楽流すんで、よかったら、リアルガイドのね、リアルプレイの方に来てもらって、動画の続きを見てください。リアルプレイの URL はね、僕の動画の説明文のところにね、つけておきますんで、そっから来てください。じゃあ今からトレーニングします。